日本文庫株式会社は、赤外文庫高度計、可視市外金赤外文庫高度計、レーザーラーマン文庫高度計、高速液体クロマトグラフ、超臨海流体システムなど、分析機器の製造及び販売を行うメーカーである。東京教育大学工学研究所での、赤外文庫高度計の開発研究成果を、企業化すべく1958年に、 東京都板橋区にて創業。その後、東京都八王子市の北八王子工業団地に本社を移転し、現在に至る。1991年10月1日、日本文工工業株式会社から、現在の日本文工株式会社に社名変更。日本文工は製造、研究、検査などに使用される分析機器を製造販売する企業である。特に、 日本文庫の起源も、相まって光を使用する分析機器に強みを有している。また、特殊な分析機器も製造しており、その代表例としてはキラルな物質などの分析に使用される円認色性分散系が挙げられる。日本国内では、基本的には、社名は日本文庫として認識されている。ただし、英称のジャスコとして認識している人も存在する。製品に、 ジャスコというロゴが貼られていることに起因する。ありがとうございます。